はい、カメさん、はい、こんにちは。おはようございます。夏やね、もうね。夏来ましたね、嬉しいですわ。嬉しそうやね、もう今日なんて湿気がね、はい、高くて、どちらかというとこの不快指数という点では、結構高いんじゃないかという感じでございますが、大林さん、はい、今不快指数っていうワードをおっしゃいましたけど、不快指数は、はい、大前さん不快ですか？不快です。不快ですか？僕はね、実は、はいはい、あの不快指数ってよくあのニュースとか天気予報でも言いますけど、あの不快指数、僕不快じゃないんですよ。夏好きやからね。夏好き、はい、不快指数ってあの、いわゆる湿気が高くて、はい、まあ、気温が高くて、うだるような感じのことを言うと思うんですけど、まあ、なんとなくしんどい感じがしてね、思うんですけど、あれが来たら、よし、夏来たってちょっと快感なんですよね。快感指数なんですね。そう、僕にとっては快感指数なんですよ、あれは。あれですよ。そうかな。もう、でも、もう書いてる通り深い指数でもあれ心よくないんですよ。でもこれ分かってくれる人いると思いますよ。夏好きやつは、夏好きは、はい、あえてそのなんか湿気があって、はい、気温が高くてっていうのが嫌じゃないんやね、はい、汗かきまくって、あ、気持ちいい。もう絶対嫌よ。もう汗かきたくないもん。汗かいた気持ちいいじゃないですか。嘘やん、もう暑いだけやん。いや、汗かいてこういう現場に来るのは嫌ですけど、休みの日こう汗かきながら散歩したりなんかしたらすごい楽しいですよ。いやいや、もうそんなもん。体力消耗するだけ。ああ、そうですか。もうそんな若い時でいいねん。もう年取ったらもうね、涼しいとこで、はいはい、で今日車に乗ってきますと、まあ、車の中はエンコンかかってますんで、はい、極めて不快じゃないんですね。まあまあ快、もう心地よいというね、はいはいはい、なんか快適という言葉が、いい言葉かもしれませんね。確かにあの夏 の、 そのエアコンの効いた涼しさっていうのもまた一つ快感です、ね、そうでしょ。快適ですね。だけど外の光を見るとね、はい、もう夏の日差しですよ、全然違いますもん ね。だから、はい、もう言っても夏至も過ぎて、うん、まあ、太陽の高度も今高いですから、はい、まあ、ちょっとまた夏至よりも低くはなってるんですけどもね、はい、で、まあ、日差しが強いという状況で、今日車運転してきて、はい、今日は何を聞こうかなと。何を聞こうか。音楽。あ、音楽何をかけようかなと。はいはいはい。AM ラジオかかっていたんですが、はい、ちょっと音楽でも聞こうかと、うん、後ろの席に置いてある CD ボックスから、はい、ハードディスクも入ってるんですが、はい、何しようかなと、はいはいはい、チューブがあったね。ああ、いいですね、夏ですね。チューブ聞いてきました。おお、何聞いてきました？チューブの終わらない夏やった。あるある、ありますね。はい、を聞いてきました。あ、チューブイコール夏やし、夏イコールチューブみたいなのがありますね。そうですね、ね、ほんとほんと、じゃあ他の季節何してはるんやろうってあるんですが、そう、割と我々は不思議でした、昔から。そうそう、チューブを聴きながら、夏でしたね。そうですね、まあ、チューブといえば近藤さんですね、オリックスでいうと。近藤さんや、ね、自分好きやもんな、あの登場曲、ね、あのミナーズハイ大好きです、はいはいはい、僕はあの傷だらけのヒーローって好きや。ああ、聞いたことあります。あれね、はい、それこそ高校野球、はいはい、奈良県の高校野球、はいはい、奈良テレビさんが今でも使ってるのかな、僕があのよく行かせてもらってた頃に、はい、夜のハイライト番組があるのね、はいはい、ドラマティックナインと、それのテーマにそれ使われてました、はいはい、センスいいですね、なんかチューブを使う。でそれその、チューブの音楽バッテリー今日のハイライトの。ああ。いいですね。でもトイレと言ってあるんですよ。その BG なんですね。BG、いいんですよ。だってチューブって全員夏イメージするから、そのチューブを選ぶなんかいいな。そうそうそう、傷だらけのヒーローや。へー、三遊間とか言うてるんですよ。そんな感じで言われますわ。それを聞きながらそれ入ってますんで、はい、そんな風な感じで今日来てる夏やなと思いながら、でね、もう6月30日、はい、今日でも明日からはいよいよこの1年2021年も後半でございます。早いですね。あっという間でも、はい、ね、だからもう何してきたんかなっていうね、この半年ね。この前、ほんまにね、この前もちょっと亀さんがこの前お正月やと思ったのにって言ってありましたけど、はい、言いました。その感覚僕もほんま一緒で、ね、この前キャンプインしたとこちゃうの。カズチューブっていう形で始まったのが1月31日、僕 の、 あのホテルの部屋の撮影が始まったというね。あのあれですね、あのサプリメントが映ってるんですね。サプリ映っていっぱいなんか荷物いっぱい置いてるみたいなね、はい、だからあれからも、そうか、あれからもじゃあ丸5ヶ月、早っ。150日少々か。早いですね。だからね、はい、もうあっという間に時間が経っていきますんで、こうやって年取っていくんやろなと思います。いや、もう早いよ。でしょうね。僕も今33になりました。そうね、はい、6月19日33になりはりました。33ということは、僕が1994年イチロー選手に200本安打を達成した年ですよ。
あの瞬間お前さんじゃあグリーンスタジアムアラブース見張ったんですか。いたその瞬間見たんですか。あれ確かね4打数4安打打ったらその1本打つやん、まあ、今日はないやろなっていうふうに踏んでたらポンポンポンって3本打ってそうなんですよ。そこで一気に決めるというね。さすがですね、うん、その日4本打ったら、ね、やばはないやろって言って4本打つんですよ。その川さんがちゃいますねロッテ戦でね、はい、覚えてます、はい、見てました、見ました。外の変化球を上手に捉えてライトオーバーですよ、ね、あの二塁上でこうやってあのもらって、ね、そうあのネッピーと一緒にこうやって打ってるやつですね、はい、そうでしょう、はい、懐かしいな、あの時のね、あの実況、はい、まあ後からつけたのかその時喋っていたのかちょっと分かりませんが、はいはい、ABC の伊藤志龍さんから伊藤志龍さんが、はいはい、喋ってらっしゃいまして、はい、すごく僕はいいなと思った実況です。もともとすごい上手な方なんですけども、はい、200本安打みたいな、打ちましたでしょ、はい、ライトのオーバーでね、はい、ツーベースになるんです、はい、イチロー選手200本安打達成、っていう後にあなたでどんなコメントつける、その中のコメントで。そんな思いつかないけど前人未到の200本安打達成、まあ前人未到、はい、まあそうね前人未到ですよ、当時としては、はいね、前人未到の200本安打達成、まあよくある普通ですよ、ね、まあ、その時に、伊藤さんがおっしゃった実況を打ったし、はい、打った後のね、二塁ベースを到達した時に、はい、誰もが夢見た、はい、でも誰もが夢にさえ思わなかった、はい、そんなに200本なんだっていうふうな表現をされました。なるほど、上手に言うなと思って。確かに200本っていう数字自体がまずそういうところに、うん、あのフォーカス当てること自体はなかったので、200なんて到底誰も行くはずじゃないだろうって数字だったよね、おそらくね、はいはい、それまでも日本プロ野球の長い歴史の中でもね、うん、だから200本安打というのが一つ意識されるっていうのも彼が初めてなんですよ。ああそうなんですね、うん、だから誰も夢見るはずもないんですよ。そうか、それ今のですね、うん、だけどもやっぱりそれが近づいてくると、お200本やっていうのが今度入ってくるんで、その時には、誰も夢見た、ね、でもそれまでは誰も夢にさえ思わなかった、そんな200本安打、その通りだと思いますね。確か DJ 木村さんも夢の200本安打達成されましたって夢のって言いました、ね、当時は夢のみたいなそのワードがあったんですよ、ね、はい、まさに夢やったんですね。あで、まあ、それからあの後々ね、はい、あのそれに後を追う選手が出てきましたし、うん、ただあの彼のすごいところは、はい、130試合で210本だったんですよね。すごすぎますよね、はい、だから今は140何試合ですし、うん、それから比べると、うんうん、まあ、実際もうメジャー行って160本、なんで260本打つんやから、そうやん、打つんやから、それは当然やろな、162試合でね、はい、262本打つという、やばすぎるですね、そんな人ですから、はい、それは200本ぐらい打つやろ、そうですね、でもやっぱり日本では200本超えたのはね、あのシーズンだけ、イチロー選手と言うともね、そうそうそう、はい、そういうことなの、だからやっぱりあの誰もが夢さえにも、ね、思わない、そんな数字だったんですね。あ、なるほど、それが僕、33の時ですから、あっという間ですよ。怖いですね。僕じゃあっという間に60歳になるわけですね。あと27年後か。そうですよ。その時のロッテのピッチャーが、はい、今日も対戦ロッテです。はい、その川さん、覚えてます。左のピッチャーですね。いいピッチャーでした。はい、そういうことですよ。その川さんはね、その200本目を打たれただけで、200本自分が一人で打たれたわけじゃないっていうコメントを残されてましたよ、ね。確かにその通りだなと思いました。まあ、そらそうやな。そうそう、でもやっぱりそのたんびに出てくるもんね。そうそうそう、ずっとされるから気の毒やなって。あの王さんが756号打ったところね、はいはいはい、鈴木康次郎さんと同じように必ず出てくるんですよ。しょうがない。そうなの、ほんましょうがないですよ。まあでもそれはそれでまた名誉なことやん。いや本当に本当に ね、うん、だからまあそれはいいんでしょうけども、33でした、はい、その時が。わかりました。じゃあ27年後27年後60歳、はい、僕その頃はもう死んでますからね。そんなことは、まだ87歳やから。87歳って平均より上やろ。でもだん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 平均上がっていってるから、ね、いやもうね、はい、あのもうだって人間ってさ、はい、昔まあ織田信長の時代に人生50年生きてしましたけど、うんうん、やっぱり50以上生きるように体作られてないのね、きっとね。だからね、そもそもね、いろんなとこガタくるんですよ。あれですか、大前さんの経験的に50超えたら来ました。うん、あの例えば50があったとかあるじゃないですか、肩がれ、ほんまあるのよ。あるんですか。あるある。へ、別に何の原因もわからへんの、肩が上がれ。そうなんですか、うん、ありますよ。そういうもんなんありましたよ、はい、そんな感じです。あ、なるほど。まあ、それ以外はあまりか、ただやっぱりなんかあのもうボールが届かへんとか、ね、投げられへんとかね、肩が痛い。肩にじゃ来るんですね、最初に。何これ、いや、まあ、僕らも普通に昔はやってたのに、うん、投げられへんと辛いで。あ、うん、
でも50ぐらいやったら普通に草野球のおっちゃんいますもん、ね、いるいる、ね、だからもうそんなおっさんもそんな遠く投げへんやん。確かにあのサードからファーストはもう無理やん、ワンバウンドぐらいで。そうやろ、そうやろ、はい、だから僕あのいくつぐらいだな、40過ぎた頃にでもね、はいはい、あの当時グラウンドに立ってると、はい、福原さんってコーチです、うん、福原峰夫さん、はい、お前ちょっと立ち場所でって言って、はい、肩つくるからって言って、まあ、だん最初はいいのよ近いから、はいはいはい、だんだん遠くなっていって、はいはい、もう福原さんももう累関以上無理ですっていや高級ってやっぱ重いんで、まあそうですね、たくさん投げてるとってしんどいのよね、うん、それは普段投げてない人間とって、はい、でも累関以上いかんといてください何言ってんねんって、プシューッともうプシューッと来るしね。じゃあ向こうプロ野球選手だから。法政大学キャプテン、ええ加減してくれみたいなね。法政のキャプテンやろ、ね。それはすごいですね。うん、でもいいですね、その職員さんとキャッチボールしようっていう、その福原さんの感じも。まあね、たまたまおもちゃ遊びに、まあまあ、よう呼ばれたんですよ。いいな、そんなの、はい、今日ロッテ戦です。ロッテ戦ですね。昨日引き負けでございまして、はい、よく追いつきました。本当に、追い越せそうな場面もあったんですが、うん、やっぱそこはね、ロッテも。以上見せましたけど、そうです、はい、今日はね、2連戦なんで、はい、勝って、はい、勝ち越しを決めたんですね。そうですね、はい、僕のあの、うん、今日のこの2連戦の目標は1勝1分けだったんですよ、はいはいはい、なんで1分けはもうクリアしたんで、今日勝ったらいい感じなんで、そうね、はい、応援します。昨日の榊原投手の髪型にはちょっと驚きました、はい、かっこよかったですけどね、あの普通にランニングしてる時とかライオンみたいで、そうね、うん、結構長くてね、パーマでアメリカ人みたいな、そう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 、ほんまそうね、後ろ姿が硬いもんあるから、そうね、ちょっとこんな感じのあんなメジャーリーがいますよね、いる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 、なんか、誰やろ、それこそシンダーガードの昔とかなんかシンダーガードなかったね、シンダーガードなかったし、あと誰やろな、いるよね、結構あれ系ね、ああいう系ね、こういうあれ系か、ヒゲ系か、あ、そうそうそう、ね、アメリカはヒゲほんま多いですね、そうそう、あのバーヘーゲンみたいなやついっぱいいますからね、アデルリーみたいなアデルリーみたいなやつ、ね、そうね、今日は、今日誰だっけ、田島さんと鈴木翔太さんです、両沢の先発ですからね、はい、ドラフト1位です、ね、ドラフト1位沢の対決そうですということなんで、はい、田島くんがね、はい、まあ、ここ数試合は自分として感覚も悪くないんでということで、うん、はいはい、ロッテ戦は誰を注意しますか、うん、全員です、あでもどんなピッチングしますか、自分のピッチングです、いつものように愛想のない、そんないやでも全員注意はほんまやと思いますよ、全員打ちますもん、ロッテ打線って。そうね、はい、そうね、まあ、でもその中でも誰よって聞きたかったと思う、そういうことだよね、そらく、ね、それは誰一人その注意をねせずに投げる相手なんていないやろ、選手特に誰を警戒しますかという意味で聞いたら全員です、それだから、はい、そうでございますかって言うしかないんですよ、インタビュアーさんも、ね、特にってつけてもらったかもしれないですね、はい、でも全員ですという答えが返ってくると思います、思いますか、はい、まあそんな感じで、はい、頑張りましょう、頑張りましょう、不快指数が高まってきました、いや不快指数は僕にとって快感指数なんですけど、サムちゃんです、そう忙しいんです、忙しいんです、忙しいです、我々も忙しいんですよ、そうなんですよ、あのほんまは、カメさん昨日なんかファールボールで笑ってるって言われたけど、笑ってたとかあったな、ちょっとスッて言っちゃった、あれなんか俺に言ってんね、いやその僕は単純にちょっとあの悪かったです、変なね思い出し笑いしてる、やらしいでしょ、なんかね、もう変なやつですよ、こんばんはで昨日ね、はい、で最後にね、昨日ドライブバージョン2本3本撮ったよね、そうなんですよ、2本消えてましたてか撮れてなかった、なんでやろ、なんでなんですかね、普通にピッて押しましたよね、押したように見えた、でピッて押しましたもんね、そうそうそう、で何分って答えましたもんね、そうそう、でところが家帰ってチェックしたら、うん、3本撮ったら3本目だけが残ってました、3本目だけ一番しょうもない話してましたけどね、そうやね、だからもう今回はお蔵入りかな、昨日のやつだっていうね、割と結構いい話したんですけどね、ほんまに野球に関するいい話したの、あの昨日実は消えた話は、一つはオールスターの話、はい、一つは大前さんが、場内アナウンスをしたことがあるという、いやその話聞きたいです、きっと場内アナウンスまたやる、やりましょう、うん、やりましょうか、はい、そんな感じです、はい、というわけで今日も最後までありました、ありがとうございました、頑張れ、今日打線ね、またでも昨日あの本当に今の打線はちょっとピッチャーが頑張っていればなんとかしてくれそうな感じがあるんでね、うん、あのぜひ田島投手に頑張ってもらって本当に援護まで辛抱強く投げてほしいですね、そうですね、はい、本当にできればちょっと長いイニング、そうですね、昨日も中継ぎ上がっておっしゃってましたけど、ね、やっぱり中継ぎ頑張ってるけども、うん、あのやっぱりこういうのはいずれね、うん、やっぱりこう負担っていうのは響いてくるんで、うん、あとあとね、
まあ、でも今回はブレーキ期間があるんで、そうなんですね、オールスターで、ね、そこまでは、そこまでのあと十数試合をもう全力で行っていただいてということですからね、頑張ってもらいましょう、はい、ロッテに勝たれからね、なかなかロッテさんって強いですよ、強い、昨日も改めて思いましたけど、強い強い、特にオリックス戦強い、いやマーティンさん絶対打ちますもんね、マーティンさん絶対打つって我々言うてるけど、はい、向こうラオウさん絶対打つって言うけど、ね、17本中10本ロッテ戦やん、そうですね、もっと打ってるでしょうね、という印象あるよね、ということで皆様、快感指数が上がってるという変なやつです、テンション上がってます、下がるよね、これね。